お邪魔しました。便乗田と申します。よろしくお願いいたします。いきなりなんですけども、とあるコーヒーがですね、お家に届いたんですよ。今日はですね、このコーヒーをまあ飲んでいくっていうことになるんですけども、そもそもこのコーヒーが何なのか、そしてそれにまつわるストーリーっていうんですか、これから何が起こるのかっていうのを今日話していこうと思いますんで。で、私もこれに関してちょっと動くことがあるんで、はい、言っていきます。よろしくお願いいたします。ということでね、開けながらちょっと説明していきたいと思います。これはですね、長野の松本市にあるコーヒー屋さんから届いたブレンドコーヒーなんですよ。で、僕のチャンネル普段見ていただいてる方からするとですね、あれ、長野の松本ってまさかハイファイブコーヒースタンドさんですかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、実はですね、そこじゃないんですね。まあ、以前僕が取材に行かせていただいたという世話になってるハイファイブコーヒースタンドっていうウルトラかっこいいコーヒー屋さんがあるんですけど、そことは別のコーヒー屋さんなんですね。まあまあまあ、一回開けます。レターパックライトに入ったやつ。いざ!落としてません。落としてませんよ。豆ですね。めっちゃかっこいいパッケージ。先に言います。マンデリンブレンドって書いてます。しかも、これちょっと、これ近づくのはちょっと説明してからしますわ。これすごいな。メッセージも入ってますね。これ読んだら早いかもしれないですね。西田ピンチョータン様。コローロコーヒー、岡島です。今回ブレンド作成にあたって普段拝見している動画へのリスペクトを込めております。ぜひ楽しんでいただけましたら嬉しいです。10月21、22お会いできるのを楽しみにしております。コローロコーヒー。まずコーヒー屋さんがですね、コローロコーヒーと長野県松本市にあるコーヒー屋さん。で、10月21、22日お会いできるのって書いてるじゃないですか。土日、もうすぐですよ。動画ね、これもすぐ上げるんで、もう明後日とかその辺に、長野県の、あれ、なんだろう、塩尻駅の近くあたりの、道の駅、お坂田公園というところがあるらしいんですけど、そこで、長野のコーヒージャーニーっていうコーヒーフェスが開催されるんですよ。で、これ、ね、初開催とのことらしいです。そこに僕が行くと、なんていうんですかね、呼んでもらったんですよ。でもしね、タイミング合う人いたら来てくれればめちゃくちゃ嬉しいんですけど、で、それは、長野県のコーヒーはもちろん出ますし、全国のコーヒー屋さんがそこに集まるんですよ。まあね、14店舗だったかな。で、長野県のコーヒー屋さん3つが代表ブースとして、まあ本部ブースみたいな感じで、で、そのうちの1つは、まあもちろん、ハイファイブコーヒースタンドさん。で、その3つのうちの1つのもう1つが、コローロコーヒーさんなんですね。で、なんでその、コローロさんがブレンドこれ作る運動になったのかというと、まあそもそも、まあハイファイブコーヒースタンドの高木さんと僕仲いいというか、まあいろいろやらせていただいてるんですけど、高木さんから連絡が来て、コローロさんっていうところが、まあ西田さんのこと結構好きで、動画いつも見てくれてると。で、今度のフェスにぜひ来てほしいというのを高木さんから聞いて、で、あ、もう行きますと。確かもう4秒ぐらいで返事した気がするんですけど、まあ多分そのね、きっかけになったのはコローロさんが提案してくれたからっていうことになるんで、まあ経緯としてはそういう感じなんですね。で、そのコローロコーヒーさんが、はい、このマンデリンブレンドって書いてるんですけど、僕に寄せたというか、僕を想像して作ったブレンドコーヒーをぶち作ったということで、それが今日届いたんですよ。これを飲んで、まあどういう味なのかね、僕ががっちりキャッチして、エナジー全開にして、そのままですね、もう近い日程の10月21、22に、長野に僕は行こうと思います。で、まあまあ、イベントは2日間開催されて、僕はどっちの日にもいて、で、そこでコーヒー落としまくるみたいな。まあ自分でもね、普通にコーヒーフェス楽しんで、カメラもね、回して動画にしようかと思うんですけども。で、動画の最後で僕が行って、そこで何をするのかみたいな、まあ日時改めて説明しようと思うんですけど、とりあえずこれですね。これやばいっすよ、マジ。このイラスト。ここに書いてます。ビンチョータンフルスティーローストチャンネルでおなじみのコーヒー YouTuber、西田ビンチョータンさんといえば、マンデリンと。まあ、マンデリンのイメージをね、抱いてくれてるようで。今回はインドネシア。まあ、マンデリンはインドネシアのコーヒーなんで、インドネシアを使わずに、マンデリン特有のフレーバーを再現したマンデリンブレンドを作りましたということなんです。再現したという感じですね。で、このイラストがね、激ヤバです。最初何だろうと思って何にも分かんなかったですけど、これあれですね、ソファーからぶっ飛んでるところをデザインしてくれてる。マンデリンブレンドって書いてますね。これやばすぎますね。足の裏に、ビンチョータン。で、こっちにフルシティローストってちっちゃい文字書いてます。いや、これめちゃくちゃ嬉しいですね。なんかね、新しいなというか、そう思いましたね。熊本のイヤーズコーヒーさんとはブレンドを作ったりしたこともあるじゃないですか。あれは、まあ相談しながらというか、まあ我々でコンセプトを決めて、まあ実際飲んだりとかして作ったりしてたんですよ。それ超楽しかったですね。これに関しては、完全に客観的に見てマンデリンっぽい。しかもマンデリンじゃなくて、それを再現するっていう、そういう感じでブレンドを作ったっていうので、これちょっと新しいなと思って、超面白いなと思った。コローロコーヒーさんって僕はこの前 SCAJ で和光コーヒーのブースに立ってたじゃないですか。そこのすごい近いところにいて、まあ、そこ初めてね話すこともできたんですよ、そこで。ちなみにこれね、後でも言うんですけど、販売されるそうなんで、僕まだ味知らないのにっていうね、最高です。この僕を客観的に作ったブレンドっていうの結構面白いじゃないですか。これをね、皆さんも楽しんでいただけるっていうことらしいんで、とりあえず飲みたいですね。はい、ショップカードすごいおしゃれですね。で、こういう冊子みたいなのがついてて、はいはいはい。卸とか書いてたり、セミナー体験会もやったりしてますみたいなこと書いてると、ラテもやってるんですね。で、ブリューガイドっていうのも書いてますね。いろんな器具を使っ
手の落とし方みたいなの書いてくれてる。めっちゃ可愛いな、このパッケージ。グッ。実はですね、このブレンドの内容も聞いてるんですよ。現段階ではね、こうマンデリンっぽくはないんですけど、もうなんか結構あのスペシャルティーコーヒーの、まあ、いいコーヒーだなみたいな浅入り感のある匂いがしますね。あ、でも中入りぐらいですね。いわゆるマジ中入りぐらいかもしれないですね。まあ、どっちかというと中入りと中浅入りの間くらいかもしれないですけど、豆を引きます。よっしゃ。確かに引くとちょっとね独特感出ましたね。単純に引いたらただ香ばしくてすごいいい匂いだなと思ったんですけど、ちょっと独特な感じもする。そうなんですよね。ブレンド聞いたら、まず使ってるのが、まあ、ブラジルのなんとかナチュラルっていうのを混ぜてるのと、もう一個ね、これブラジルを混ぜてるらしいんですよ。ブラジルにブラジル。で、そのブラジルが、なんとかオブザイヤーシャープ4、なんとかエアロビックみたいな。多分、いい豆なんでしょうね。ブラジルのいい豆の謎の生成みたいな感じ。で、そこでね、なんか独特なフレーバー付け足されてるのかなと思いきや、もう一個ぶち込まれてるんですね。中国雲南。もう最近たまに聞くやつですね。中国雲南のなんとかかんとかダブルアナエロビックファーメンテーション。これでもう複雑性がもうパラダイスって感じなんですよね。それを複雑性をもってしてマンデリンなのかなみたいな思います。で、確かにこの引いた匂いは、なんかね、一筋縄ではいかないような匂いがするんですね。入れてみます。で、土日、長野に行って、でその翌日の月曜日の夜にもうその2日間の予想の動画出そうかと思ってんすよ。あ、楽しみにしてください。って感じなんですね。じゃあお湯が沸いたんで、そんな細引きでもないのでちょっととろみがかってるような感じですね。まあ、3種類のブレンドってことですね。ブラジル、中国、石庭さんでいただきますね。いい感じで落ちましたね。まあ、少なくとも深入り方面のマンデリンの感じではないですよね。中入りのなんかその面白い味のするマンデリンって深入りのイメージあるんですけど、ちょっと高いね綺麗なマンデリンとかを中入り寄りでやるとちょっと面白い味がねかなり出てくるみたいな、そっち方面のマンデリンブレンドみたいな。そしたらこの長野のコローロさんからいただいたマンデリンブレンド、非常に面白い3種類がぶち込んだやつですね。今週末非常に実食。すごい面白い味がする。まあアナエロビックもねだいぶパンチがあるのかもしれないですけど、なんだこれ、あんまり飲んだことない味の、少なくとも最近のって言ったらちょっと違うかもしれないですけど、いわゆる浅入りのまあ綺麗な酸味のみたいなコーヒーじゃないですね。雲南ってねそんな飲んだことないあれなんで、一体どういうものなのかっていう体に落とし込まれてないんでちょっとあれなんですけど、ただねこれ面白いな。確かに僕がマンデリンの中入りぐらいを飲んだ時の味の面白さ、そのあたりは完全にそうですね。こういう味もあるんですね。うまいっす、普通に。なんだこれ、マジ飲んだことない味がするね。あー、かなり和なテイストを感じる気がする。これが雲南のポテンシャルなんですかね。もうちょっと冷めたらかなり興味深いですね。じゃあ冷める間にですね、まあそのイベントに行きますみたいな告知を兼ねてる動画にもなってると思いますので、改めて押してもらうと、今週末ですね、10月21、22の土日、長野のコーヒージャーニーっていう第1回、開催のイベントに行きます。私も、はい、もうマジで多分フルでいると思いますね。で、場所がさっきの小坂田公園という道の駅。イベント自体は朝10時から17時ですね。2日間ともその時間で行われて、でチケットが前日の20日まで買える前売りで1500円、コーヒーチケット5枚綴りで、でなんかそのちょっといいコーヒーみたいな、多分芸者とかか分かんないですけど、値段高いコーヒーだとチケット2枚必要ですよみたいなところもあるというふうに聞いてます。前売りだと1500円で当日1800円らしいんですけど、前売りの1500円の中にドリップバッグ3点っていうのが特典ついてるらしいんで、決定してる人は前売りで買った方が絶対得だなと思うんで、お土産もね無理やりついてくるってことなんで、これ最高ですよね。これね、長野の綺麗な空気の中で行われるコーヒーフェス、非常に楽しみですよね。絶対コーヒーうまいやんっていう。で、聞くところによると、というかまあ決定してるのが、グラックコーヒースポットさんもう来るんですよね。あとね、ジャンクションコーヒーロースターさん。両方、僕、熊本のコーヒー屋連れてってもらった時に行ったところですね。取材させてもらったところ。で、SCAJ にも、この両店舗いらっしゃったんで、すけど、時間なくて全然話せなかったっていうのは、そこでまた開講できるのも最高だなと思います。他にも名前聞いたところあるところ参加する感じだったんで、インスタに、なんか各お店の紹介とかで、投稿とか、ストーリーとかで載ってるっぽいんで、そのコーヒージャーニーのインスタのアカウントがそこを見てもらえると分かりやすいっていうので、概要欄に載せておきます。ということで、ね、やや冷めてきたぐらいの感じをこれ失礼しましたね。ああ、まあ、確かに。これ中入りのマンデリンブレンドしてますよって言われれば、ああ、なるほどってなるかもしれない。すごいですね、マンデリンのスマトラ式ってね。さっきのそのアナエロビックとかをぶち込みまくって、もう再現できるように味がそもそもね、マンデリンであるというか。なんかいろんなその複雑味を感じるんですけど、まあ、結局落ち着くというか。
まあそれでやっぱブレンドってことなのか、ブラジルでバランス取ってみたいな、結局飲みやすいのにしているっていうところで、まあコロコロローコロー、はい、よくうまいですね、楽しみですわ。で当日その、あそう、ブースに立つんですよ。さっき言ったその長野のコーヒー屋さん3店舗がまあメインというか、まあ共同主催みたいな感じってことですね。でその3つのブース全部に立ちます。でその時間で分けて、まあ各ね、2日間あるんですけど、1時間ずつですかね、1日目1時間1時間1時間みたいな、2日目も同じみたいな、で空いてる時間は楽しむっていうことになります、ね、コロールさんに立つときはこのマンドリンブレンドを入れます。でその当日から販売を始めるそうです。カップで出すコーヒーと豆売りをその日から1週間始めるということです。29日まで店頭とオンラインでも販売するそうなんで、まあ全国どこでも買えるっていう形ですね。このね、客観的に作ってくれた面白いブレンドぜひっていう感じですね。これね、パッケージかわいい、映ってないからね、僕これ足の裏と足しか映ってないんで、この斬新なやつをね、これだけでもかわいいと思う。もっと丁寧に開ければよかった、こうハサミで切るか。結構ね、パッケージ飲み終わった後のやつ集めてる人も多いですもんね。マルシェみたいな、なんとかかんとかっていうマルシェみたいなやつも、まあ、同時にやってるってことだったんで、一発ね、そのコーヒーフェス、もちろんジャーニーも楽しいんですけど、その横もね、パパッと行ったらなんか物産展じゃない、わかんないですけど、そこも含めてね、一日面白くなるんじゃないかなっていうので楽しみですよね。行こうと思ってます。声かけていただいたコーヒージャーニーさん、マジでありがとうございます。ハイファイブコーヒースタンド、コロロコーヒーで、もう一個メインブースのカフェザグローブさん、マジでありがとうございます。当日会うコーヒー屋さんの方々も仲良くしていただければ嬉しいです。会う人はそこでも会いましょう。これもオンラインで買えるようになるみたいなんで最高です。1週間ですね。どうなるでしょう。またね。